はい、人数揃いましたので、点呼取っていきます。この部屋は最初に言っておくと、神あり部屋なんですが、初日神なしです。はい、3番さんから、時計回りでどうぞ。眠い？あ、ごめん。はい、3番です。4番さんどうぞ。眠い、少し眠いね。眠い。はい、4番です。5番さんずっと隣にいますね。隣同士ですね。はい、5番です。進級はあんまりしないんで、まあ、変なこと言ってしまうかもしれないですけど、ね、あ、別に初心者しようとかじゃないんで。4、5うざいんだけど、何なの？はい、ね、6番です。よろしくお願いします。7番さん、どうぞ。抜ければ、ね、はい、僕も4番さんの隣がいいです。8番さん、どうぞ。マジで。7番、残念でした。僕があなたの隣です。9番さん、どうぞ。どうも、ルワジマです。1番、どうぞ。4番です。4番さん、フレンド申請しました。承認お願いします。どんだけ女が好きなのみんな。ねえ。はい、皆さん、点呼取りましたので、ルール説明を行います。初日、神なし、占いあり、ね、守りなしでございます。まんまあれば何でもいいよ。占い師の方は初日はのみは口頭で、ね、黒出しするか。占い結果を残して黒出し、ムラスラいきます。以降はこれがムラスラだっていうのを見せます、今から。占い結果残しは、ね、ハンターポージはこれがムラスラだっていう。喋り始めムラスラ。チャットは使ってください。もう4黒。他にはね、4黒縛り。いや、やめない。4黒縛りプレイする、今から。4黒縛りプレイ。俺は何が出ても4黒出す。人狼であろうが、狂人であろうが、占いであろうが、嵐でも何でもないよ。縛りプレイなんだから。なんで嵐じゃねえ。もうやめるわ、もう俺、こんなこと言うなら。なんでこれが嵐になるの？ 4 キロ縛りプレイするって言ってるだけやん。なんで嵐なの？ねえ。俺が嫌いだから黒する。なんか何が、あれが出ようが4キロを出す。人狼であろうが、狩人であろうが、ハンターであろうが、占い師であろうが、はい、村人よかった。ね。4キロ出す。夜が来ました。目を閉じてください。嵐じゃないだろ。なんで4クロ出して嵐になるの？スライドするよ、もちろん。いや、最後まで占いで行くわけじゃないよ。初日にスライドするよ。ねえ、な、意味がわからない。ねえ、4クロ縛りプレイでも俺は勝てるっていうとこ見せたいだけなの。わかる？俺は他のプレイヤーと違うの。縛りプレイがあっても勝てるっていうところを見せるの。4クロ縛りプレイでも勝てる。ね。次の、あの、次回の配信は左黒、毎回左黒する。毎回左黒。ね。先言っとけば嵐じゃないでしょ。知らんけど。毎回。どんな時であろうが。それでいいでしょ。毎回。朝が来ました。毎回黒出す。昨夜は誰も、はい、一番来てくれればいいんだけど、そう、最後の方やめてお、ね、7番。2人出たら困るな。2人出たら。おはようございます。1日目、1巡目、一発目の7番です。うん、この状況で後続と落とせることがないので進行論、うん、まあ、1巡目、2巡目って多分、色もわからなければ、ラインも見えない。ほぼほぼ見えないと思うので、ラリのない方から振っていければいいかなと、自分的には思ってます。で、まあ、メタ発言もなしということでね、やりやすい村かなと思ってるので、平和希望ですね。はい。なんで、まあ、とりあえず2巡目伸ばしたいんですけど、8番さん、9番さん、まあ、自分も含めてね、最初のこの段階で考察が伸びないと、ヘイトの向きやすいところではあるんで、まあ、そこは皆様に理解していただけて2巡目に期待してもらえたらいいかなと思ってます。8番さん、どうぞ。8番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ、7番さんちょっとね、1巡目のその発言ってあんましっかり聞かないんですけど、聞こえない。平和村がいいみたいなこと言ってたんですけど、うん、まあそうだな、雑に殴るとすれば自分が狂人で、まあ、潜伏するって言ってるように聞こえるんですよ。初見様いらっしゃい。聞こえないんだけど。ただ単に村で、あれも平和村っ
てフローブっていう方がいいっていうのも聞こえるんで、マジで聞こえないんだけど、まあ、ドラマはどっち使ってください。まあ進行論も特にないですね。各自占い師とかも各自好きなようにやってくれればいいので、まあ自分なりの進行論じゃないですね。はい、聞こえない。1番待たなくていいよね。9番どうぞ。え、マジ聞こえないんだけど。チャンネル登録発言してください。発言してください。こんにちは。こんにちは。宇和島です。よろしくお願いします。はい、もうお昼の12時半ですね。ね。3連休のど真ん中に。これ多分行くよ。まさか人狼ゲーム。まあ一人出ても一人でしょう。皆さん、出かけないんですか？いやー、ゲームですけどね。おもろくないな、見るなよ。いいと思いますよ。俺今が黒出しストックをするから、つまんないな。なので僕は、この人狼さん終わったら出かけます。行きたくないけど、人混み多いの嫌だけど、ショッピングモール行って買い物していきます。ショッピングモールって田舎もんなの、お前、9番。ちょっとやっぱり人混みが嫌ですね。はい。ショッピングモールって何？なんかこう、スムーズに買い物できたらいいなーって。まあ、あと多分おそらく渋滞にも巻き込まれるでしょうから。はい。1番さん、よろしく。1番のプレイヤーは発言してください。ください。はい、すみません、1番です。7番さんと8番さんの意見が聞けてなくて、もうすぐ、タス切りってきたんですが、特に仕様とかはない感じですかね。あ、ないのかな？ないない。で、9番さんの発言の途中から聞こえるようになったんだけど、なんかスーパーのなんちゃらなんちゃらっていうところで、うん、全く無駄にないなと思ってます。78意見聞けてないんだけどね。まあ普通に9番さん無駄にないんで、9番さん釣り位置かなと思っております。以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。カミングアウトはございません。村人陣営でした。では一番さんに対する、ね、説明も兼ねてグレスケールなんですけども、一番さんは、まあ、村りがない人を釣っていきましょうという進行論と、平野村がいいなと言ってました。まあ、ここは色なちですね。でそこに対して8番さんは平野村がいいと言ってたのは、まあ、強靭で潜伏発言とも、まあ、雑に殴るとしたら言えますねと。で8番さんのその視点っていうのは僕は結構好印象でしたね。すごいこう考察しようとする村の姿勢を感じて、9番さんに関してはもう3連休の真ん中で人狼うんぬんかんぬんでみんな出かけましょうと、7番さん8番さんに一切触れなかったという点で、もう村りがないという点では今日の釣りこのままだと9番さんになるかなと思っています。1番さんはほとんど発言が聞こえなかったという点で2周目期待ですね。9番さん何か意図があるんだったらそれは言ってほしいな。2周目でやめるやめようか。はい、以上です。はい、占い師をします。左隣4番さん黒、残念、真っ黒でした。ね、どうするの？役職ありますか？4番さん。どうする？ 4 番さん黒です。ね。78912。もう全くね、あの色落ちがないんだけど、9番。ショッピングモール？ね、何それ？ね。ショッピングモールって何ですかそれ？ジャスコ行くの？ね。イオンか？ジャスコか？ね。何ショッピングモールって。4番。どうする？役職今考えときよ。俺時間あげるから。時間あげるから。延長しよう。延長しよう。延長しよう。4番。どうする？占い出るの？どうしよっかな。女の人だったよね。ごめんね。どうしよっかな。カリュー出ようか、占い出るか、どっちする？それとももうスムラで。スムラなんです。けど3番は人外なんですにする。その3つだろうね。どうする？どうすんだろうね。俺の予想は、占いかな。占いで黒、左に黒特攻して勝負かけるって俺に言われたから白で出ます。はい、占いで5番に白出す。4番さんどうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。まさかのね、まあ、3強人なのかな、まあ、黒特攻してきてましたね。私スムラです。すいませんね。多分ね、新占い師567から出てくると思う。と、まあ、多分さん強人だから。ちょっと聞いた？ちょっとね、あの、これさんがね、あのね、あの人狼陣営って分かってる人、多分人狼と、占い師だと思うんだけど、3番さん、マジ性格悪くない？ね、
分かってるよね、多分みんな。どんだけ聞いちゃったの？人狼陣営は確実に分かってるよね、さんが。俺、ね、あの、ムラスラに対してどこまで聞いちゃってるの？人狼もありえるけど。ねシーラナイシは多分シーラナイシ目線、私が分かってるっていう線もあるから分からないかもしれない。ムラスラまでにして聞きすぎだろ、こいつ。悪いなって思いました。ね、ムラスラなんだから当たり前だろ。ね、7番さん。マジでよ。まあ、色落ちはしないかな。でも8位は7に結構叩いてて、まあ、印象悪いっていうところも言ってくれてね、まあ、8番さんに関してはちょっと印象いいかなって感じで、9番さん全く、なんだろう、雑談しかしてなかったね。まあ、釣り位置は仕方ない。もうこのまま行くか。1番さんが9を釣り位置に上げるっていう手も仕方ないと思うけど、そうだな。まあでも正直一番さんも7、8の意見聞いてないから、聞いてないと言ってたんで、私からしたら一番さんも釣り位置に入ってくるんだけど、9、1ね。うん。で、2番さんは、8が印象いいって言って、9が釣り位置って言ったのかな。4クロ、いや、4クロなら出るよ。1を釣り位置に上げなかったのかな。なんか2周目頑張ってみたいな感じで言ってたかな。うん、そこなんか若干、なんだろう、1をカバーに行ったっていうか、2、1ライン。あ、でもなんか9の役割を透かしてたのかな、2番さんは。うん。そう、スライドしないで争い。私的には9、1が今のところ釣り位置かなって感じ。うん、新占い師さんマジお願い、本当に。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、村人陣営です。3番が4番に黒、把握しました。7番から触れていきます。7番、まあ最初の発言なんで色落ちしてません。8番さん、まあ8番さん結構、他の人からね、村目もらってますけど、白っぽいね、ちょっとまあ聞き取りづらい声がっていうのが個人の印象。うん、いや、白っぽい。で、9番さん。9番さんは、まあ、雑談等で、時間使って、まあ、ムラないのかなって感じで、まあ、とりあえず他の人も言ってたけど、まあ、便乗って見られてもしょうがないけど、まあ、別にいいんだけど、釣り位置ね、俺の。で、1番さん、その、どこ4番目の位置で、ちゃんとまあ9番、まあ、雑にかもしれないけど、釣り位置上げたから、まあ、とりあえず釣り位置ではない。2番も同様に釣り位置ではない。で、3番さん、黒足触れていくんだけど、強人で3番強人で置いた場合、まあ、クラッシュ特攻したら、人狼に、自分は強人ですよっていう、アピールができましたね。まあ、4番、黒特攻、誤爆か。誤爆っていうのもあるけど、まあ、強人のクラッシュ、まあ、全然そこら辺見たら、理があるのかって感じだから、全然、まあ、3番は。性格が悪いとか、そんなこと言ってるから、こんな魅力マイナスになるんだろうよ、4番。6番で対抗できれば、まあ、3番で死んで、4番釣り。うん、冗談やん。正直、まあ、黒ラッシュだったら、まあ、ちょっと考えるけど、ほぼ死んでる状況なんで、6番でなければ、3番死んの4釣りなんですけど、まあ、6番出てきたら、まあ、3も全然、強靭あるかな。うん。って感じ。まあ、3、4ライン、誤爆等も、考えて、2巡目考察伸ばしていくけど、今のところグレーで言うと、9番が釣り位置。まあ、7番、発言次第で釣り位置もなる。8番さん、ちょっと声、変えてるのかな、わかんないんだけど、ちょっと俺は聞き取りづらいって感じ。以上。6番のプレイヤーは6番出てから発言してください。でした。1番さん黒って出てるんだよね、俺は。で、1番さん黒出た時点で、お、3番さん村すら、平和村ね、俺7番さん黒出てます。はい、3番さんが村すら、うん、強人だったらそんなね、狼側にね、うん、意味ないから3番さんは村だと置いてます。ということで、今日は7番つってください。これでね、対抗出てきたとしても、もうその対抗出てきたら慌てずに。強人4なんちゃう。4強人じゃん。このまま多分平和村進行になると思うんですよね。4か5強人。のところまで行ったら、4か5強人だね。で役職ありだけでいいから行ってほしい、ね。で。3人出たら1人は強人だと思ってます。うん、1番黒だよ、ね。なんで俺はそれ以外の位置を占う。で、カリウドさんを守ってほしいって感じです。7番。のプレイヤーは7黒3番さん村スラなんですかね。3番さん村スラなんですかね。聞こえますか。俺黒出しされた4番から行きてえなと思ったんですけど、まあ、村りのない91時点で4だったんですけど、まあ、6番さんが俺はじゃあ平和になるんですか。わけないですよね。ここ強人出てるんで、本当の占いしか、新占い、村です。あ、じゃあ素村ですね。ハグちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。え、7黒なの？ 7 黒なの？は？あ、できました。はい、すみません。なんで、6番さん強人なんで、2巡目で占い師、新占い師おるんやったら潜伏なしですよ。マジ出てくれんと俺釣られるんで。はい。じゃあここはもう6番をします。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。7釣りでいいと思います。はい。まあ、潜伏は
考えたくないですね、この盤面は。うん、潜伏、まあ、考えたくないっていうか、出てほしくないですね、潜伏占いは。何でも6死んで決めたい。で、7釣りでいいと思います。7番さん、今の発言的に約束はないってことなんで、回避ないんで、まあいいんじゃないですか。っていうところですね。3番も村砂かっていうところなんですけど、まあまあ、6が黒見つけたって言った瞬間にさらしたんでね。強靭なら、その動きはしないのかな、人間ならねっていう点で、まあ、7、俺は行きたいと思います。黒角ですね、7。9番さん、一生俺って言われてますけど、別にそんなことないと思います。でも自分今日暑いんで出かけたくないって言って。これなぜかわかる。今日は7釣りで、俺は絶対、釣られない。そうですね。で、俺は占われないでしょ。としても、ね、7番。ね、7番も。わかる。6番は俺強靭かもしれないけど、俺占わないやん。イオンですよ。これ作戦プレイだよ。これ作戦プレイ。めちゃくちゃイオン派なんで。ね。はい。俺は強靭なんだか占わないから。そういうことわかりますよ。わかる。これトリックプレイだよ。賛同しましたよ。何言ってんのこれ、嵐っていうやつ。これ動画でかなり、そうですね、10万再生ぐらいいける。これトリックプレイだから。約14年前に見た再占い、再占い仕様あるからね。で、再スライドもある。これ最後ね、再スライドするの。再スライド。今6番が占い師ということで。で、7番黒だと。特に2番のキンダー2世って何でしょうね。キンダーって何なんでしょうね。3番はまあサイコパスではないですね。6番強靭の黒どっこだね。1番のプレイヤーは発言してください。ください。はい、1番です。皆さんの意見を聞いたところ、私は3番さんに投票します。は7番さんよりも3番さんの方が真っ黒だと思ってますね。え、うん、6番さんに関しては、まあ、7番さんに黒だしっていうところなんですけど、私のせい、7番より3番の方が黒いので3番に入れます。以上。2番のプレイヤーは発言してください。面白いですね。ちょっとここを触れたいとこですけど、ちょっとあえて1番さんには触れないでおきます。僕は3番さん、4番さん、5番さんは結構村陣営かなと思って見てますね。3番さんはもうあそこで村すらをしたっていうところ、もし強靭だったらそのまま居残るでしょうというところで村かなと。で、4番さんに関しては、まあ、確率の問題なんですけど、占いでも騎士にも出なかったので、カリドでも出なかったので、4番さんは相対的に白くなったかなと、その行動が。で、5番さんも位置的には占いで出ていい位置なのに出なかったという点で、まあ、白いかな。じゃあ、強靭はどこかっていうと、8から1の間にいるんですけども、9番さんにお答えしますと、キンダーっていうのはドイツ語で子供たちという意味です。子供たち2世という意味でございます。別にロリコン、ショタコンではないですよ。で、今日は7番さんに投票いたします。6番さんのおっしゃると、最後の5番さんの時でフルオープン、役職は言わないで役割でいいんじゃないかなと。3番はいのプレイヤーは占い師をして撤回からのもう一度占い師をで、本当は7キロでした。まあ、6番は強靭で黒特攻ですね。7番、残念、6番やっちゃったね。7番黒でした。7番黒なんで、今日はもう7釣り以外もう黒角なんだから、2人の36占い師で7番黒角で。4番さん、もう聞きすぎでしょ、あなた。冗談やん。ねえ、4番さん、どんだけ聞きすぎなの。ねえ、4番さん、君そんなことばっか言ってるから魅力女のにマイナスなんだよ。ねえ、わかる？俺魅力見てみろ。ねえ、聞きすぎなの、そういうの。そういうのに相手したらダメなんだから、これ。わかる？これいろいろトリックプレイ、人を騙すプレイをするとこなんだから、4番。これダメだ、先言っとくよ。これで反論したらまたあれだから。ね？君そんなこと言ってるからあれなの。ねえ。おたさの姫みたいなキャラか知らないけどさ。まあ1番はね、人外だから明日占おうかなと思う。今日は7番釣り以外ありません。7番釣り。はい、4番さんどうぞ。おたさの姫の4番さんどうぞ。4番。のプレイヤーは発言してください。今日7釣りでいいんじゃないですか。もう3番さんが本当に占い師なのかわかんないけども、36が7黒って言ってるんだからいいんじゃないですか。うん、そうだな。まあ1番さんが3をしたところもちょっと笑っちゃいましたね。
うん。で、5番さん接続切れ。これじゃあ57で終わり。5番さん苗落ちかな。うん。もう誰か席変わりません、誰か。で、ちょっと3番さん隣嫌だな、普通に。ちょっと9番さんあたり席変わってほしいなって思ってます。どうですか？だって君がいきなり投げてきたんでしょう。5番さん帰ってきたんで回します。だって俺、ねえ、ねえ、占い師強靭であろうが、黒出しするだろう、普通に。3番さんが魅力見てみて話してて、プレイヤー情報開けようとしたら、うん、開かなかったんでね、これやばいと思って。ねえ、意味が、俺何も変なこと言ってないのに、いきなり4番が俺を殴ってきたんだよ。俺普通の黒出しをしただけなのに。4番。普通これ何？で、そうですね。漢字強さこれ何？あ、ちょチャットも消えたのかこれ。これ何？再占いとかで書いてたよね。うん、あれを、うん、どう見るか。これなんていうの？まあ、強靭。スマタ？でも強靭だとそこなんていう感じ。ゆず、うん、スマタかな、うん、と思ってるんだよね。うん、再占いって、あ、ムラスラした後に再占いで7黒って、また出したところへん結構。スマタだよね、これ。って感じ。うん。だから、6の、どっち、3番が4スマタかレモンかどっちだろう、割れてるスマタ。7に黒らしいとこ、ミス、誤爆と、俺は一応見てる感じかな。スマタとか。6番のプレイヤーは発言しない。あんまさ、なんなん？よくわからなすぎるだろ。うん、いや、7つ言うアンテナなんだけどさ。いや、だって角黒1つ出てんだからフルオープンしてしなきゃダメでしょ。3か6が強靭だとしてもさ、もう1人さ、うん、あの、役職が3人出たらもうその時点で全人外出るわけよ。なんでフルオープンしないの？この状態で。どうこれが。もう3番さん、わけわかんねえよ。トリックプレイすぎてやばいって。ほら。ムラスラ。2番が役、もう一人の役どこ？もう一人役どこ？追加。2番さん役持ちは把握。もう一人の役はなんで出ないの？なんで出ないの？いや、3番さん？なんで出ないの？じゃあ8、9、2、4、5、どれくらい？なんで出ないの？うん、カリウドさんを俺守ってね、まあ、どっちか多分噛まれちゃうだろうけど。ね、なんで出ないの？はい、ということで。1役？1役なの？なんだこれ。1役だわ。じゃあ、1、2、3、2、どこかにね、巨人いるってことで、8、9、4、5、占うよ。うん、カリウドさんを俺守って。ということは？投票を始めてください。ちょっと待って、どういうこと？これトリックプレイ完全に決まったでしょ。トリックプレイ4589か4589か。俺はこれでもう村人置かれてるから、あと何名はあるの？あと何名はあるのね、あと何名はある？わかんない。のプレイヤーは発言してください。アイス村の7番です。二人狼、1、教授残ってるんで、まあ、1、2、3の役職ありはちょっと全然意味わかんないですね。もう3番が意味不明すぎて。で、まあ、6番さんの審議もついてないんですけど、正直ね。で、まあ、8、9、4の中にいると思ってます。人狼がね。で、まあ、1人狼どこやろうね。とりあえず、まあ、3、まあ、自分投票3なんですけど、まあ、3強人と見てます。3強人中かもう琉球でも何でもいいんですけど、わけわかんないですね。とりあえず。なー、ち考えたら6番が黒で、8、9、4の中におるんじゃないかなと思ってます。いや、マジで、正直言いますけど、本当に新占い師、なんで潜伏してるのか全く意味がわからない。8、9。まあ、4じゃないやろうね、あれ完全に。まあ、8番からの殴りを殴り返したぐらいの意見しかないんで、4番で。1、強靭かな？なんでなかったんだろうね、1番は。なんで、役1にしかないよ。役職フルオープンにして、どうなるかっていうとこですね。役1にしか出てきてないよ。どういうこと？以上です。夜が来ました。目を閉じてください。これ勝ったら動画切り取ってあげるから、トリックプレイこれみんな勉強して、これ占い師を1回でムラスラしてももう1回するの、これわかる？これをすることでスムラ感が出るの、2回意味わかるよね、スムラ感が。これ1回だけだとね、つられ位置にもなりかねないの。2回するっていうことでわかる？
タイミングとか難しいからね、これ。朝が来ました。昨夜死んだのは2番。俺からか。ああ、ハンター。俺撃っちゃダメだよ。3番のプレイヤーは、はい、発言してください。あ、ゴークロなんだ。あー、そっか。じゃあ俺の紫綺麗にはまったってことなんだね。ねでしょ、村の人これ見たね。4番さん怒り収まったでしょ、これで。そういうこと。5番は俺を狂人と思ってね。で、狂人誰なの ?1? ねえ、1? 誰なの？え、これ、ゴズリで終わらなかったらどういうこと？さすがに、ディア教とかいないよね。はい、今日5番入れます。4番。のプレイヤーは発言してください。もし、5番さんで終わらなかった場合、私は3番さんがリア強なのかなって思っちゃうんですけど、1と3がやっぱり出てるんですよね。ってことはどっちかが強人、まあ、3が強人なのかな、ちょっとわかんない。1番さん強人、うん、まだないけど、3役、ね、役じゃない俺、スムラだよ。うん、スムラですよ。まあ、今日5番さんに入れます。はい、まあ、7番さん、これ見て、派だなって思いました。ムラスラ、これ完全に決まってんだよ、これ。みんな動画で見返してね。動画の、動画見てる人、こんにちは。あのね、これムラスラの、これね、いい動画だから、これ見て勉強して。7番さんの遺言が、自分に触れなさすぎてたからね。うん、俺占われるかなって感じ。で、今日言おうとした発言、うん、狼の、目線になって考えるよって言って、うん、2番噛んだのは、うん、2番が絶対役だと、断言できるから、狼目線ね。3番、愛だけ盤面動かしてたから、うん、最悪狂人もある。で、1番、役あり、うん、チャットが遅かったよね。狂人、別に役出て、6番が占って、白出て、はい、反対側、偽ねって、言えるから、うん。チャットが遅かったから1番狂人も終える。2番だけなんだよね、役で、結構確定で終えるの。だから2番噛んだじゃないのって言おうとしたけど、6番の、新占いが自分に来る。うん、諦めないの5番は、ね、多分俺1番が、狂人で見てるよ。3番は、うん、だって占いはどこにいるの、正直5番は、なんか役職ないと、結構ムラリないと、めっちゃ怪しまる。5番占い師は黒田されてんだけど。のプレイヤーは発言してください。なんで1番さんが狂人って悩んでたかっていうとね、3番さん多分役使用して運よく自分噛まれれば、もし白出されたとしても狩人残ると思ってたよね。そう、1番さんだから新狩りで、3番さんスムラだと思うので、狂人今多分出てないんだよ俺そんな気がする最悪3番さん狂人もありえるが、でも3番さん目線狂人どこって、1っていうのは多分、うん、多分そういうことだと思う。俺3番さんスムラで、1番さんシンカリで、うん、多分アーマーになろうと思ったんじゃない。運よく自分が噛まれればラッキーみたいな。狂人誰？このサダリ？うん。で、このサダリかな。8級にず、あの、7番さん最後誘導してたし、8級の位置だったら絶対出るでしょ。バカ。と思って、4号どっちかだな。でも4番さん占い使用しなかったら、じゃあ5番だなと思って5番占った。5入れます。4狂人なら出るでしょ。これ4狂人じゃないですかね、わかんないけど。え、4狂人で3人狼だと思ったから出なかった。え、4なんて出ないの、狂人で。うん、だと思うよ、俺は。4、多分4だ、9が狂人はないけど、9村だと思う。え、誰？え、じゃあ、9なんすか。まあ、それはいいや、うん、こうやって言います。9番のプレイヤーは4なら出るよね。発言してください。6の占いで5が黒だということが出ました。ということで、え、5を釣りたいと思います。急だ。うん、
4番さん、なんか俺と席変わってくれ言ってましたけど、俺は変わりたくないです。なんでなかったの？ここはいいです。9番。3番は自分の魅力の高さについて語ってましたが、それはただの数値です。全然信用を置けません。9番なんでなかったの？やろうと思えばね、そんなもん金でいくらでも買えるんですよ。はい。ねえ、変な YouTuber いるでしょ？チャンネル登録者数が100万人いるのに動画の再生数が全く伸びてないやつとか。ああ、ていうか魅力あるんだったらもっと上手いぐらいいい感じで喋ってくださいよ。うわぁ！ 1 番のプレイヤーは発言してください。ください。はい、今日も引き続き3番さんに入れます。以上。嵐かよ、1番はもうほんまに。こういうの嵐って言うの、もう人狼分かってんのに。ねえ。人狼分かってんのにさ。5番のプレイヤーが選ばれました。9でしょ。ゲーム終了。こういうこと。選び人の勝ちです。パチ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 、ありがとう。こういうこと。俺が、あそこで、出たことによって、この村は、勝ちになったの。出なかったら5番が出て、わかんなくなってたの。こういうこと。ね。これ動画見た人、チャンネル登録、お願いいたします。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。俺ね、毎日、生配信をやってるんで、もう最近はね、こういうトリックプレイを使うの。村すら。ムラスラね、1回、今ね、2回したんだけど、3回の時もあるからね。それも1日で3回とかもあるの。わかる？そう、トリックプレイ。まあ、そういう動画もいっぱい残してるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。